長野県に住む鎌正美さんと27歳の息子亮太さん。亮太さんには重度の知的障害がある。頑張りましたって、ね、頑張りました、ね、月つった月普段は自宅で穏やかな生活を送っているが、それが一変する時がある。亮太さんが突然パニックを起こすのだ。優しい優しい壁や床に何度も自分の頭を叩きつける。こうしたパニックを起こすのは、亮太さんが知的障害に加え強度行動障害もあるからだ。強度行動障害とは、自分や他人を傷つけたり物を壊したりするなどの行動が高い頻度で起こる状態を指す。生まれつきの障害ではなく、周りの環境などへのストレスや不安によって生じる。1分弱何十秒で収まる時もあれば、1時間半とかひたすらやってる時もありますね。抑えても抑えてももうなんていうのも止まらないみたいな、また始まるみたいな。私の場合こう抱きかかえるように止めるんですけど、そうするとこの辺に頭が来るので、ここら辺を今度ゴンゴンしたりとかするとここがあざになったり。パニックが起こるきっかけは、亮太さんの場合時間への強いこだわりが関係している。お風呂入るのが5時までには、なんか最近5時までに上がらないとダメみたいな感じで。リビングには亮太さんの一日の予定が書かれたホワイトボードがある。こうした予定が少しでも狂うと、その後の行動の見通しが立たなくなる不安からパニックを起こすのだという。一日中目を配らなければならず、家族の生活は常に亮太さん中心だ。正美さんは今、夫の達也さんと将来について頭を悩ませている。高齢になった親が障害のある子を介護する、いわゆる老少介護になる不安だ。私ももう50過ぎてるので、この先あと何年ぐらい本当に見れるんだろうっていう不安もありますし、やっぱり私もいろいろ体調が悪いこととか今現在でもあるので、例えば今私が倒れちゃったら誰も見る人いないんですよ、亮太のこと。そのため亮太さんが新しい環境に慣れることができる若いうちに家を出て暮らせる施設を探している。しかし探し始めて5年40カ所以上見学に行ったというが、亮太さんが入所できる施設は見つかっていない。一体なぜなのか。障害者の入所施設を取材すると、強度行動障害のある人の受け入れが難しい現実が見えてきた。大阪府岸和田市にある障害者の入所施設、山台ホーム。40人いる入所者のほとんどに最重度の知的障害と強度行動障害があるが、48人の職員がシフト制で24時間寄り添った支援を続け、皆穏やかに生活を送っている。しかしこの施設への入所待ちは現在130人に上り、受け入れてもらうのはかなり難しい。よくない。母さん、ご飯いっぱい食べてたよ。おうどん全部食べたね。48歳の T さん。もともとは自宅で73歳の母親が一人で世話をする老少介護状態だった。
ところが2年前、母親が突然救急搬送された。診断は肺がんの疑い。息苦しさで声も出せない中、身寄りが一切いない母親は、相談支援事業所の職員に娘の今後を託したいと懇願した。これがその時のメモなんですけど、もう筆談でこんな感じで、お部屋のここに銀行のカードが入ってますとか、行き先がなかなか見つからないっていう中で、本当に無理されてここまで生活されたんだろうなというふうに思います。搬送の5日後、母親は亡くなった。 T さんが一人取り残されることになると職員から話を聞いた山台ホーム。待機者の中から優先して T さんの入所を受け入れた。 T さんは施設で暮らす中でも時折パニックを起こすことがある。この日散歩をしていると突然道端で横になってしまった。帰るで、裸足では帰られ、足痛いで、靴履いて帰ろうか、ほんなら上がんよ、痛いのせんといて、痛いのせんといて、あ、見てこれ血出たわ、痛いな、ほなもう帰ろ帰ろ。職員2人がかりの声かけで次第に T さんは落ち着きを取り戻した。強度行動障害のある人のパニックに対応するためには、障害への知識を持った職員が数多く必要だが、現状多くの施設では人が足りていない。山台ホームもすでに限界だという。1施設だけの頑張りでは、まあ、限界はありますので、やはり この待機者については国が施策として、やはりこう、充実させていくということが、まあ、根本原因の解決につながるというふうに考えます。一方、国は障害者を施設に入所させるのではなく、地域で受け入れる政策を進めている。入所施設の代わりに推奨するのが、地域にある一般住宅で少人数で暮らすグループホームなどだ。ただ、強度行動障害のある人の受け入れは広がっていない。強度行動障害のある息子亮太さんが入所できる障害者施設を探す長野県の鎌正美さん。この日はグループホームの見学をしようとしていた。向かったのは車で3時間かかる岐阜市。住宅街の中にひっそりとあった。どうも、こんにちは、はじめまして。このグループホームには強度行動障害のある人も暮らしていて、定員に空きがあるという。まさみさんは亮太さんの受け入れについて話を切り出した。動画を見ていただいたと思うんですけども、亮太のようなこうパニックがあると、やっぱり受け入れが断られちゃうことが多くて、というかもうほぼほぼそうなんですけど。パニックになる前のなんか兆候とかの、うんうん、そこで止めれれば一番いいですよね。そうですね、そういうのが分かれば、まあ教えていただきたい。突然やってくるんですよね。こちらの世話人の特に女性の、はい、人から言えば、はい、多分こう何かこういうふうにするといいよっていう、うん、その不作があれば、はい、そういうのが確立されてると多分ありがたいなと思うと思うんですよね。はい、そうですよね。多分私でも一生懸命教えようとしても、うん、多分叶わないかな。いや、叶わないと、うん、そうですよね、と思いますよね。
グループホームに常駐する職員は一人。女性や高齢の人もいるため、亮太さんがパニックを起こさない対応策があれば受け入れられるとの回答だった。まさみさんは電話で夫に結果を報告し、ここでの受け入れを諦めることにした。やっぱ難しいよねっては言ってた、そのパニック対応の策を考えるのが。そこができてればどこでも入れるよねみたいな話になってて、そうだよな。自分が老いる前に息子が落ち着いて暮らせる場所を見つけてあげたい。だが先行きは全く見えていない。